新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございます。タケパチチャンネルのたけしです。今回は P 開示鉄骨渡り勝負編7戦を完全攻略していきましょう。2021年11月に高尾から導入された69分の1の一撃7000発の一発大タイプの機種になっております。ボーダーが 19.9 と高めで、通常回転速度はやや遅いです。オーバー入賞は基本決まりづらく、電サポ中は無駄弾をカットする打法で対応する形となります。ベースと通常回転でカバーする機種となっております。ちなみにへそは2玉返しです。当たるとへそ保留が持っていかれてしまうので、当たりそうになったらへそためストップで対応しましょう。離席タイミングは保留がない状態であればいつでも大丈夫です。また U タイム潜伏確変はありません。大当たりまでの流れとしては、通常時鉄骨図柄を獲得で大当たりとなります。この時点で1ラウンドは確定し、1ラウンド消化後に鉄骨チャンスに突入します。失敗で通常に戻ります。鉄骨チャンス成功で5ラウンドの鉄骨ボーナスに昇格します。昇格後は残り4ラウンド分を消化します。計5ラウンド消化後、ファイナルブリッジへ移行します。ファイナルブリッジ失敗で通常に戻ります。成功で5ラウンドかける10セットが確定となります。また通常から直接10セットに向かう焼き土下座リーチも特例としてあります。すべて盤面での演出になるので、特に技術介入はありません。アタッカーは羽と V の2種類あります。羽アタッカーは10カウントで、6カウント入ったら打ち出しストップ、9カウント入ったの確認後、弱強の2発を打ち出します。センサー感知が早いので結構ビタで弾を固めないと決まりづらいです。シビアに狙っていきましょう。 V アタッカーは10カウントでパカパカでの対応になります。 V を狙いの指示後、打ちっぱなし開始、7カウント入ったら打ち出しストップで対応します。電サポは1回砲1パターンです。電サポ突入後3発打ち出しで対応します。特に増える要素もなく、1分の1で当たるので、効率重視の無駄玉カット打法で対応しましょう。換金率貸し玉投下で、ベース 24.5、 増減率が効率重視のため出玉と込み、出玉時間が5ラウンド平均660玉、通常回転2000回転で期待値約プラス5150玉です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォロー、高評価、コメントお待ちしております。今年も皆様、タケパチチャンネルをよろしくお願いします。それでは。